フェイスランナウェイ、泉野亜さんが41歳になられた頃のお姿がこちら、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ノアは美人、磨けば光るんですよ。35歳、結城まさみ、誰の子供なのかはご想像に任せます。特写に蚊がなかった未来のノア、32歳、いい年の取り方。ほうれい線かわいい消したらかわいい、かっこいいしかわいいよね。この作品でボーイッシュヒロインにハマった人多そうだよね。コミックはのあのサービスシーンが多くてたまらんかったな。こんなの市街地で打つなよ。実寸大見たら割と小さってなるなった。太田とひろみちゃんが生身で打ったくらいだし、これをスタンディングショットできるひろみちゃん。警察官が発砲するとニュースになるが、イングラム2号機が発砲してもニュースにならない気がする。第二小隊が出動したってだけで都内に警戒サイレンが響きそう。激化と冒頭見た感じ、特写に川悪霊で有名っぽいし報道はされてるんじゃね。牛を捕まえる事件が報道されてたな。2号機が出撃したら発砲だけじゃなくてレイバー同士のプロレスやら、運億のメカが面白いぐらいぶっ壊されるとこやら、市民に怒鳴る警官やら取れ高バッチリだろうから報道はガンガンされてそう。貴様、納税者だと思って優しくしてやっつけ上がりやがって。普通は謹慎処分発言なのに、相手は納税者、相手は納税者。無敵の特写にか、きっと2号機が外した弾で人死んでるよね。太田勲はものすごい腕前だからな。殺さないように関節部狙ってるから当たらないだけ、外した先に人がいる可能性があったら撃たない。漫画第1話だと、住宅街に近い河川近くでバカスカ撃って、前段外してたよな。道路に穴が開いた程度で済んでいればよいが。後藤さん、あの腕前で当てちゃったことないからな。ライアットガンとか怖すぎる。軽装甲にこのサイズの銃だもんな。当たったら終了です。ライアットガンでチャンバラとかアホだろ。大丈夫大丈夫。電磁警棒さすまたとか作った方が周辺被害がなくてよいかも。紳士さんの努力も虚しく、SE なのに有能すぎる。こう見るとイングラムって小さいよね。よくこれで暴走レイバー相手にできるね。漫画版で篠原と警察がズブズブの関係でその後なんかあったっけ？ない。それでもイングラムは自分の筋肉だから信頼してるってなって終わった。イングラムも数年で肩落ち品になるのはさすがに無理があるだろ。マイナーチェンジでなんとかならないのかな。車と考えるとそんなもんだろう。あと各社が開発競争してるって設定だったし。一機56億円、警視庁の予算じゃ無理だわ。ちょっと高すぎやしないか？エコノミーは56億で10機買えるお値段だから5億前後。作業用レイバーはもっと安いと考えるとイングラムは超高級品。しかしピースメーカーはイングラムよりさらに高いという、全部グリフォンの仕業なんだ。多分一番安いレイバーです。自作です。かっこいいのにろくな使われ方しないやつ。そういえばイングラムマーク3ってのが出てきたな。随分イケメンになったな。ヒュッケバインみたいにごつくはならないのか。かなりマッシブな体型してるぞ。イングラムマーク3は特殊2化に配備済みらしいな。マーク3があるってことはマーク2もあるの？イングラム、バリアント、もし同じ世界ならバリアントの後継機では？デザインが全然違うぞ。今となっては結城まさみの代表作だけど、当時は R の作者にわざわざメディアミックスをあてがうって、もったいないとか思われなかったのかな。ヘッドギアの一員だから当然の流れではあるんだろうけど。もともと、結城まさみ界隈は学生時代からの腐れ縁だからな。仕事もその延長でわちゃわちゃやってできたのがパトレイバーシリーズって感じだし。結城まさみはめちゃくちゃ漫画うまいからね。これとか一個豆は課長ピンボケしてんだぜ。後藤が上司と認めてるからそれなりに切れ者の課長さん。基本的に立派な警察官だからな課長。漫画版の課長は正しく正義の警察官って感じの人なんだよな。自分が人質に取られたことに気がついて犯人への攻撃をやめてしまった。太田を叱ってしまうくらいには正義感のある人。パトレイバーって中間管理職の悲哀の描写が異様にうまいんだよな。社会人経験あるのかな。とりあえず惜しいという気はある。そういや漫画版の第三小隊の隊長だった彼はどうなったんだろ。今でも後藤さんがあの人をいじめて追い出しちゃった理由がわからない。有能でやる気があって正義感強い若者って普通に後藤隊長は好きそうな相手だと思うんだが。
親心でこんな左遷先みたいなとこにいてもしょうがないと思った。現場が難しいことを理解させた上で上層部に行ってもらえば今後楽になると思った。清濁合わせ飲めないと回らない現場なので指揮官には向いてないと思った。パッと思いつくのはこれぐらい。別にいじめたわけじゃないし追い出したわけでもない。現場で使えるか試しただけ。第三小隊のストーリーの最後で語られてた通り、エリートコースの丸の内署勤務からやり直してる。キャリア的にはいい方向行ってるのに本人は挫折感味わってそう。当時はメディアごとに設定が違うとかわからん子供だったから、パト2は漫画が終わった後の話なのかなって勝手に思ってたわ。アニメを一通り見た後に漫画版を読んだら最初から最後まで、ほぼシャフト絡みのストーリーで進んでいくのが意外だったな。何でもありのバラエティパックみたいな作品だと思ってて、シャフトはストーリーの縦軸ではあるけど、ギャグ漫画とかでたまに挟まってくる長編シリアスパートみたいなもんだと思ってたから。パトレイバーは漫画版が日和ることなくあの路線できっちりと完結させたからこそ、他メディアに展開して多少の変更があっても、パトレイバーの揺るぎない土台として機能している。だからこそ劇場版2以降との際で、ファンの評価が真っ二つになってしまうのだが、結城まさみの漫画は原作ではないのは最近まで知らなかったよ。もともとメディアミックスありきで始まった企画だからな。漫画版はあくまでそっちの展開商品の一つなわけで。テレビアニメは結構後発だからな。アニメのこういうアイキャッチ好き。欲を言えばのアトバドだけだから、太田さんの2号機バージョンも見たかった。これもメディアミックスの一環か。操作系が逆なのは特許対策だろうか。それがメディアミックスなら昔の飛び出す絵本もメディアミックスだな。土浦がパトレイバーをしてるから先週行ってきたぞ。市内にはパトレイバーマンホールとかお土産物屋にパトレイバーグッズとかあったぞ。しかしなんで土浦氏はコラボしたんだろう。パトレイバーなんて大昔の作品なのに。アニメ見たり漫画読んだりした世代がいればそやね。世代の俺としては今でもレイバー廃れたっていう実写版は嫌だな。あの世界の東京は災害復興でレイバーが動く前提で作られてるのに。需要減ってからってショベルやブルドーザーなんかの重機見なくなったりしないのにね。どんなロボ系作品にも言えることだけど、こんな細かいデザインの絵を動かしたりするのって神業だなって、冬になると劇場版2が見たくなるな。劇場版2の最初のメカデザインが手書きとか狂気の沙汰。新作のアニメ早くやらないかな。新アニメ、パトレイバー EG、鋭意制作中、スタジオカラー制作。アニメはおそらくまだ先なんじゃないかな。情報ほぼないし。新アニメでもイングラムが出ると嬉しいな。新アニメは AV98 プラス？最新作は惜しい守るの色をつけないでほしいな。惜しいは関わらないよ。ピアノインタビューで語ってるけど、旧スタッフが実写版見て違くねってなって惜しい抜きで作ってるのが新作なので、指揮者のお姉ちゃん好きだな。新作ってこれの続きやるんだとばかり。パトレイバー久しぶりに見直したいし漫画も読み直したくなってきた。